皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのは強化されたお米ちゃん使っていきます。皆さんお米ちゃんの性能ちょっと甘く見ちゃいませんか？このキャラえぐいんですよ。そもそも今回の強化前から難しいけどめちゃくちゃ活躍する、使い方間違えなければ鬼強い、そんな感じのキャラだったんですけど、今回の強化でその使用感が爆上がりしました。細かい、もう痒いとこもある手が届くタイプですね。なのでやっていきます。今回の強化内容が、まずお米ちゃんがね、スキルを使って出したあの米あるじゃないですか、おにぎり、あれの展開時間が長くなりました。結構消えるの早かったんだよね。使う時に消えるのが早かったせいで敵をねなかなか引きつけられなかったりとか、まあしていたんですけど、それが引きつけやすくなりました。まずこれが1点。2点目、よいしょ、お米ちゃんのこのスキルによってね引っ張るよっていう、まあ、判定があるわけなんですけど、その判定のスキルを発動してる判定回数が多くなりました。まあ、つまりは単純な話、スキルを打ちやすく、スキルが反応しやすくなったってことですね。イメージがちょっと難しいんですけど、お米ちゃんのスキルって常に発動してるわけじゃなかったんですよ。発動する時に今発動、今発動じゃない、今発動みたいな感じのね切り替えがあったわけなんですけど、それが結構長い間、結構な連打で発動しまくるみたいな、ちょっと説明が難しいんですよね。あ、でも本当にそれでしかないんで、さあどんどん、いいよ、倒してどん、まあ、ここはとりあえずよしとして、で、このお米ちゃん出していこうか。後ろのラインもねぶっちゃけね、これキラビ出したけど大丈夫だから、でこれ引っ張るじゃん。はい、なんて言えばいいのかな、説明ちょっとね難しすぎるんですけど、おにぎりが展開されてます、スキル判定、ペッペッスキル判定、ペッペッ、あ、便利さ、ちょっと喋ってたら変なのがちゃった、スキル判定パッパッみたいなね、スキルがもう常時反応し続けるわけじゃなくて、なんか、まあ、数秒がその1秒以下の可能性もあるんですけど、ちょっとするたびにスキル発動する、ちょっとするたびにスキル発動するみたいな感じの性もあったんですよ。それがこれダメちゃったから勝てないね。勝った。それが、ちょっとの間にうんぬんかんぬんが、間隔が短くなったんで、スキルが連続でっていうか、スキルが長い間ね、発動しやすく、おぉ、ちびぶで引っ張んの、引っ張んのか、じゃあ、お米ちゃん来たのに、最初から。おにぎりが置かれていても、このおにぎりが、結構ね、連続でね、おにぎり、ありますよ、判定が起こるみたいな。ちょっとね表現が難しいんだけど、じゃあ例えね、例え本来だったらおにぎり置かれてても3秒に1回しかスキル反応がないみたいな、3秒に1回しかおにぎりのスキル発動、あ、スキル発動とか、おにぎりにおにぎりで誘えるよ、3秒に1回、また3秒だった、ここで確率でおにぎりで誘えるよみたいな感じだったんだけど、これが2秒に1回おにぎりに反応があるみたいなイメージなのかなと思います。まあ、そんな感じで、おにぎりのスキル判定の回数が、まあ、増加して、引き寄せやすくなり、おにぎりの展開時間が長くなって消えづらくなったので、また引き寄せやすくなりと。で、3コス3対召喚。何度でも引き寄せる。まあ、かなり強いです、実際。お米ちゃん、まあ、弱点は、まあ、カマキリとかは一応あるかな。まあ、でも、裏のね、中型迎撃とか。支援キャラとかは基本カマキリに弱いんで、まあ、そこはもうしょうがないですね、克服できるものじゃないんで。どうしようかな、撃つか、おぎゃーして壊して、壊して取って、ナイス、いいよ。でこっからだね。でお米ちゃんは皆さんご存知かもしれませんが、ブラドに強いです。こんな風に引き寄せることも容易ですと、こんな風に引き寄せることもできますと。でマヒも入れてボコれるんですよね、こんな風に。
はい、こんなことができちゃいます。また引き寄せます。やってることやばすぎない？これわかる？これやってることやばいのわかるよね？どんなやばいことやってるかわかるよね？みんな本当にいかれてるからね。全部引き寄せるよこれ。ちなみに全部壊してる。お米ちゃんで全部壊してる。マジでお米ちゃんで全部壊してるよ。もうやられちゃうけどしょうがないね。あ、また引っ張ったよ。引っ張った高速中に倒してるよ。お米ちゃんやられたね。どうでもいいけどね。もう十分頑張ってるから、もうどうしようもないこれ相手。はい、でまあまあこれ倒せるからいいんだけど、一応こうやってチビブルも持ってけますと。いかれてるぜ。で、はい、バイクもドン。うん、強いね。あ、またお米出しして取るで絶対取られないね。もうとんでもないぜマジで。本気で強いですよこれ。ありがとうございました。こんなん見ててわかるでしょ、強すぎない？マジで理不尽にも程がある。迎撃中型に強しのシャークも引っ張られ、ブラドにはもともと有利相性を持っててブラドも引っ張り、ゴブリンバイクも引っ張り、何なら止めれるのって感じになったでしょ。これがねえぐいんですよ。コメちゃんかなりとんでもないパワーしていて、でこれ今相手のキャラどかしまくって倒したけど、ちょっと札が弱いね。もう一回ますか。大型2本お願い。いや来ないか。そう、どかしまくってね、倒したけど、実際このお米ちゃん砦を取るときに中型をどかすっていう方法でも使えるんですよね。支援中型も引っ張って破壊し、そもそも普通の中型も引っ張って破壊し、さらには砦前もどかして砦を無理やり取ろうとし、悪いところがねあまり見当たらないんだよね。バッテリーないって言われちゃった。取られちゃったね。でもさっきさ、お米ちゃんさ、これさ当たったよなお前な。こっち行くか。うん、ひらびと合わせようか。マキ入ってんだからさ、やられてくれよと。はい、倒して、お米ちゃん切ってマキも入って倒して、お米ちゃん出してるからひたすらそこ買って、ユウスケ植えちゃったからこっちにユウスケ切って、でこれドーンしたらお米ちゃんの方に寄ってくるでしょ君。この角度寄るんじゃないの、この角度でも。ほらほらほら、やばすぎだろ。真上だよ、角度見て、どんな角度してるんですか。でまたお米出して、ブラドが引っ張られるからどかせる。通りで取れちゃう。無理だろこれ。何やってんのこれマジで。悪いことしかしてない。あ、また引っ張って、また引っ張って、全部引っ張って、全部引っ張って、全部破壊して。やばすぎんか。ほら、キャラ切ってこいよ。キャラ切ってきたらまた引っ張るよ。ありがとう、ブラド。きらめに勝てないけどね、ブラドはね。でも引っ張っちゃうから、どっちにしても関係ないよね、と。引っ張っていこうか。倒して、掴んで、倒して。で、ちなみにこれおにぎり。これ、ね、大型も実はね、拾うんですよ。実はね。で、大型がこれ拾うと、大型これ止まるんだよね。あ、でもちょっと射程届いてないからあれだけどね。まあ、置こうか。やらなくないからね。ブルダラの射程が思ったよりも長くて、あれだったんだけど。あとこれ、あ、危ね。まあ、で、後ろのお米ちゃんもあれできないんで、あ、死んだね。そもそも。おにぎり出せないんで、おにぎり出せる回数決まってるんですよ。出せないんで、こういう時はもうしょうがないから。やられてもらってね、おとなしくね。バラバラブラドナもいとくか。さあ本体倒して、まだね3秒しかないからね、これ以上はないね。おお、赤ずきん倒してありがとうございました。こいつだよ、やばいことやってんの。本当にイカれてる、とんでもねえパーだ。はい、それではねラストやっていきましょうか。まあ今のねこのねたったの3試合間でも、まあ、お米ちゃんがとんでもなくやばいキャラだってことが分かったんじゃないかなと思います。しかも何がやばいって、ただ強いだけならまだしも、暴力的に強いんですよね。あまりにも理不尽な動きをしまくってるぐらいパワーがすごいんですよ。
で、このお米ちゃんが、よいしょ、これでいこうか。ベクトルは違うかもしれない。ベクトルが、性能は全く違うんだけど、暴力的な感じが、マジでなんかリムルみたい。全盛期リムルの本当に最強ナンバーワン、俺だけがこのゲーム支配してるみたいな感じの、とんでもない性能したじゃん。まあ、別に俺だけがってわけじゃないんだけどさ、リムルもさ。まあ、言いたことは伝わるでしょ。あまりにも強すぎる。頭投げ強かったじゃん。そう、あの感じの、まあ、頭抜けて強いかどうかはもう結局相手のね、札次第で変わる可能性はあるけども、でもまあ明らかに暴力的なんだよね、やってることが。これ出して、引っ張って、ディケイドのドンも入って倒して、お米ちゃんが出して、お米ちゃん出して、引っ張って全部破壊しちゃって、あ、全部破壊しちゃって、あ、全部いいですか、全部。え、これ何が弱いの、このキャラ。いや、弱いの誰も言ってないか、強化さんだったら誰も言ってないかもしれないけど、やばすぎないか、マジで。さすがにいいから、なんでもいかれてるだろうよ、この性能強すぎるだろうよ、終わってるだろう、このキャラ強すぎるだろう。あ、やばい、さあ、さあ、した。ディケイドの着地地点ミスったね。まあでも倒せればいいや。これ相手もキャラいませんよ、ちなみに。そうだね、来る、切るしかないもんね。倒せるかな、どうかな。メタがつね、強いんだけどね。キメガも強いからね、だいぶね。ああ、倒したね。じゃあ、お米ちゃん行こう。はい、ブーン。いいね、いいね、いいダメージだよ。で、ビドが前に来るじゃん。邪魔しに来る？はい、お帰りくださいと。そっちじゃないな。お帰り、あ、お帰りください。はい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 。ありがとうございます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 。はい、ありがとうございます。ビドガールさん、あざす。キラービーさん、ナイス。荒らしてるね。このキラービーとお米ちゃんの相性もいいね。引っ張って、目的地点まで持ってった後に、この後ね、麻痺も入れて破壊してくれて、お米ちゃん一人だとね、ちょっとだけね、火力足りないシーンとか飲まれると思うんだけど、それをキラー B が全て補っていて、召喚数で5対2コースとアビリティ3。というわけで、勝利と。かなり暴力的。皆さん、今出てきたキャラわかる？ビートルガール、シャーク、ブラド。強すぎだろ、キャラ。あ、関係ない関係ない。全部破壊できます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。お米ちゃんいかがでしたでしょうか？強キャラではないです。壊れキャラです。はい。もう分かったよね、今ので。どれぐらいやばいか。どれぐらいやばいことやってるか分かりましたよね。強キャラじゃ済まないですよ、これ。普通に、ちょっとまたこいつが次頭一つ抜けたんじゃないかなってぐらいには、いかれちゃってましたね。まあ、もしかしたらたまたまだよ。たまたまこの4戦連続がうまくいきすぎた可能性がゼロではないかもしれない。まあ、4戦連続うまくいくってね、そうそうないと思うんだけど、それぐらい、たまたま本当に薄い確率を引いた可能性はある。けど、マジで強いです。今回の動画を見て、お米ちゃんでもいらないかな、弱いかなって思った人、0人でしょ。いたらね、素直にコメントしてほしい。いるわけがないと思う。これ見て弱いって思ったらね、多分それはね、白ドラやってない。やってない人が白ドラ語ってるね。ってぐらい、マジで強いです。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。